いつも大変お世話になっております楽天証券でチーフアナリストをしております今中と申します。今回は2021年7月期決算レポートといたしまして、レーザーテックについてお話をしたいと思います。この動画、ご評価いただけるようでしたらいいね、それから登録の方をお願いできると幸いでございます。 まず、レーザーテックの四半期業績から見ていきたいと思います。この会社は6月決算でございますので、2022年6月期の第一四半期、これが四月期決算ということになります。大幅な減収減益でございました。これ、一つ需要がありまして、この会社の場合です、ね、検査装置をお客さんの工場に据え付けて、そこで研修をしてもらいます。 要するに実際に動くかどうか、これをチェックしてもらうわけですけれども、その研修のスケジュールがたまたまこの月、少なかったということであります。実態が悪いというわけではありません。それはどういうことかと申しますと、これがレーザーテックの前車受注高の推移、四半期ベースの推移でございまして、第一四半期、1000トンで87億円と。 こういう非常に大きな数字になっているわけであります1年前に比べて4倍以上になったということでございますこの絵ですね第二四半期第三四半期分の前倒しがありましたですので会社側は通期の受注高見通しそして業績予想を変えてはおりませんただ想定してたよりも早く受注が入ってきていると ということでありましてこの受注の勢いこれ結構強いものがどうもありそうでありますこれだけ大きい数字ということになりますとでは中身は何であるかということなんですが3 n ナ n o 向けの EUV 路光装置これに使う EUV 光を使ったフォトマスク血管検査装置がありますアクティス A150 というタイプであります 正確な価格は分かりませんが、推定いたしますと、1台50億から80億ぐらいする装置としてはかなり大きな金額のものになります。これの発注が、しかるべき数であったのではないかということであります。例えば、50億から80億といたしますと、10台以上発注がありますと、 やはり1000億近い500億から1000億の間の受注額になるわけでありますので、この高額なアクティス、A、150の受注が結構まとまった数で、その可能性があります。また、1世代前ではありますが、DVUV 項を使った X8 ウルトラという機種ですね。 これも一定数の受注がどうもあったようでありますまあ、こういったフォトマスク血管検査装置でありますがこのレーザーテックですねまず EUV 光を使ったフォトマスク血管検査装置につきましてはシェアが100%ということになっておりまして独占しておりますまた d e e p u v 光を使ったフォトマスク血管検査装置のシェアも過半数のシェアを得ていると というわけでありましてここがこの会社の強みということになりますがこの分野でですね、かなり大型の受注があったというふうに考えられるわけでありますこれが通期の受注高と受注残高の見通しでありますもともとですね、3ヶ月前の年度,年度計算の時に今期の受注見通しを1600億といたしました前年比で41.7%増と いうことになります、まあ、かなり大きな数字だったわけですけれども、第一半期ですでに約1000億の受注が入っているわけでありますので、この1600億というのは十分達成可能であろうと思います。また、受注に勢いがありますので、この上乗せの可能性もあるんではないかということであります。ちなみに、各装置の納期というのはなかなか分かりにくいんですが、 アクティス A150 で、おそらくですけれども、1年から2年ぐらいあるんではないかと、そういたしますと、A150 の受注が上乗せになりますと、来期以降の業績にプラスに効いてくるであろうと、それからディープウェブコーを使った X8 ウルトラについては、おおむね3か月から6か月ぐらいの納期の模様でありますので、この受注が上乗せになりますと、今期の業績に効いてくると。 いいうことでございます従いまして、この受注の上乗せがもしあるとするとです、ね、今期あるいは来期の業績にプラスになると。 ここういういとでありま,す、えー、まあ受注算を見ていただきますと当初の会社予想の通りに推移いたしますと受注算がこの来年の6月末で2128億円という大変大きな数字になるわけでありまして、まあ、こういったところから見てもです、ね、業績は順調に推移していくのではないかなというふうに考えられるわけであります。 これがレーザーテックの売上だけ要素を立ててみたものでありますが、この半導体関連装置ですね、フォトマスク血管検査装置、それからマスクブランクス血管検査装置といいまして、フォトマスクの材料になるものを検査する装置であります。まあ、こういったところを主力として売上がが立っているわけでありますが、これが高い率で伸びていくであろうということであります。でまた、それに伴いまして、サービスですね。 サービス契約も当然結ばれていきますので、このサービスの売上も増えていくということであります。まこういったところでありまして、今期の会社要素につきましては、売上高830億、前年比で18.2%増ということになりますが、ま私の方ではですね、やはり業界全体に勢いがあるということでございますので、売上については上乗せが期待できるんではないか,かと。 そして来期、来来期につきましては、40%台の売上の伸び、これが期待できるのではなかろうかというふうに考えておるところでございます。レーザーテックの業績予想でありますが、前回のレポートで書いたところから修正はしておりません。まあ、第一射期の結果が済んだばかりでありますので、今、少し推移を見たいなというところでありますが、 もともと会社が今期の業績予想で営業利益ほぼ横ばいの予想を立てているのはこのアクティス A150 の初期生産分の採算が悪いということであります。これは大体1年経つと解消する見通しでありまして、まあ、来期からはです、ね、このアクティス A150 がまさに稼ぎがし屋になっていくだろうと。 こういうことこれが予想されるわけでありますまあ、ということで来期来来期と50%台の営業増益ですねこれが期待できるのではないかというふうに考えておりますまた今期についても先ほど申しましたように売上に上乗せの可能性もあることでありますので営業利益にも若干ながら上乗せの可能性これがあるのではないかなというふうに考えております えっとですね、まずあの、こういうふうに業績好調ということが期待できるわけであります。で少しこうあの競合がどうなっているのかということを考えてみますと、u v 光を使ったフォートマスク血管検査装置ですね、これ、5ナノまで使っていた X8 ウルトラという機種でありますが、これについてはアメリカの KLA コーポレーションと競合しております。 ただ、この KLA コーポレーションは今のところ EUV を使ったタイプ、レーザーテックのアクティス A150 に相当するタイプ、これの試作機、実機ともまだ出しておりません。従いまして、このまま推移いたしますと、3ナノ時代の EUV を使ったタイプの EUV をフォトマス計換検査装置、これはレーザーテックの独占が続く可能性が。 がありますまた、そうなりますと、3ナノ時代の経験を十分生かして、将来の2ナノにも入っていくということになりますので、2ナノでもレーザーテックのフォトマス血管検査装置がいいポジションを得る、そういう可能性があると思われるわけであります。それれからもう一つです、ね、これ実は重要あの えー、フォトマスク血管検査装置の必要台数をめぐる議論で重要になってくるんですがあ3ナノ向けの EUV 旅行装置がペリクルありなのかペリクルなしなのか、えー、ペリクルというのは、えー、フォトマスクに被せる防塵カバーちりを避けるためのカバーであります、えー、これを使うのか使わないのかこれがまだ不明であります、えー、ただこの年末までには方向性が出る可能性がありますちなみに5ナノでは TSMC はこのペリキュルを使わなかったようでありまして、使わない場合は、やはりちりほこりがフォトマスクにかかるということになりますので、頻繁に検査をしなければならない。従いまして、DPUV 光を使ったフォトマスク血管検査装置、X8 ウルトラ、これが大量出荷されたということでございます。過去2年間のレーザーテックの大きな飛躍、業績の飛躍というのは、 実はこれによるわけであります要するに5ナノの時に TSMC がペリクルを使わずに検査装置の大量投入をやることによって効率のいい生産をやったということであります。で、3ナノの時にどういう風にするのか、これは実はまだ分かっておりません。ペリクルありの場合にはこの ActisA150 が必要になります。といいますのは、ペリクルを投下して フォトマスクを検査するには EUV 光が必要になります。DeepUV 光ではできないということであります。でペイクルなしの場合には、実は DeepUV 光でもできるということになります。このあたりで実はフォトマスク血管検査装置のその必要台数ですね。これが決まってくるわけなんですが、実はもう一つ重要な要因があります。それは位相血管がどうなのかということであります。位相血管と言いますのは。 フォトマスクの表面あるいは内部にある1ナの程度の非常に小さい血管であります。で、微細化が進むにつれてです、ね、この移相血管を調べることが重要になってきているということが言えるわけでありまして、もし3ナのときに、フォトマスクの移相血管を調べることが必須であるということになりますと、これは必ず A150 が必要になるということであります。 まあこういった具合で,です、ねえー、いろんな条件を考えてみますとおそらく LINE によってペリクルありとペリクルなしの LINE が3なので出て,出てくる可能性がありますそして、位相血管を調べるということが非常に重要なことになるという可能性があるわけでありましてやはりいろんなケースを考えてみますとこのアクティス a 1 5 0ですね これがかなり一定の数量、どうも必要になってくるかなということでありまして、これがやはりですね今後のレーザーテックの稼ぎ頭、成長の倹約になるというふうに考えてよろしいと思われるわけであります。それからもう1つ、少し先の話までいたしますと、2ナノなんですけども、これ、いつ頃かということになります。 TSMC はまだ2ナノの量産開始時期を実は明言はしておりません。レーザーテックの側では ASM l ホールディング、これ EUV ロコ装置の独占企業でありますが、ここが9月にやった行ったインベスターデーですね、投資家デーにおけるロードマップ。 この中では24年2024年に2ナノの量産開始というふうにグラフに書いているわけなんですけども、それをまあ使いまして24年というふうに想定はしているわけなんですが、実は5ナノから3ナノに至る過程で、従来のスケジュールから若干遅れております。5ナノの場合は2020年の前半に、 量産開始と、生産ラインに対してウェーハー投入が開始されたということなんですが、サンナノの場合はです、ね、実は TSMC が言っているのが、2022年の後半7月以降ということになります。そこで量産開始と ということになりますんでやはり若干ずれてきているということです、まあこれはやはり、えー、微細化が進むにしたがって、量産というものが非常に難しいということなんですけれども、えー、もし2なのでもです、ね、こういうふうな遅れがもし起こるといたしますと、えー、2025年に量産開始ということが、えー、起こりうるということ、これはあの考えられるわけであります。 で結局です、ね、その2ナノ時代の EUV 用フォトマスク血管検査装置というのがどういうものになるかということなんですが、まだその顧客からレーザーテックの方に使用書が回ってきていないということなんで。 レーザーテックが今、独自に研究開発をしているようなんですけれども、おそらく3ナの向けの改良版になる可能性があります。まあ、そういたしますと、EUV 用フォトマスク血管検査装置の採算ですね、これが中長期ではやはり向上していくんではないかなというふうに考えられるわけであります。 で、まあこういったところからですねろ色々と考えてみまして今後6ヶ月から12ヶ月間の目標株価あ、前回3万7千円といたしましたが、あこれを維持したいと思いますえ、引き続き中長期で投資耳を感じる銘柄でございますえ、今回はあレーザーテックの7。9月期決算についてえ取り上げました。あ、この動画、ご評価いただけるようでしたらいいねえ。それと登録をお願いできると幸いでございます。 ご清聴ありがとうございました。